久保さんちょっとアダルトの例え話めちゃくちゃ良かったですね。確かになぁと。いや、いっぱいいろいろ小道具持ってますね。それ初めて聞きましたね。<laughs> まあ今回ね、習慣、習慣こそが <laughs>、習慣が人生を変える簡単な方法。まあ、習慣、まあ、習慣、<laughs> 習慣のなんかタイトルにしておきます。<laughs> まあ習慣の奴隷って言っても過言ではないんですけども、 みんなね、やっぱね、やらない習慣がついてるんで、やらないんですよ。でも、やる習慣がついてる人ってやれるんですよ。だって当たり前だから。だから久保さんと僕は、ちょっと負けず嫌いっていう要素も入ってるんで、あれなんですけど、別に動画を撮るっていうことは別に普通で、習慣化になってるんで、まあ、鼻くそなんですよね。だけど、<laughs> 動,画<を>撮る <laughs> 動画を撮るっていう習慣がないんであるならば、まあ、しんどいでしょうね。毎回動画撮るのね。 うんだからどんな習慣を持っているかでその人の人生は決まるんじゃないかなと思いますね。歯磨きをしないという習慣を持っている人の人生と歯磨きをするという習慣を持っている人生、その人の人生だったらまあ10年後、20年後、歯があるのかないのか大きく人生変わりますよね。歯がなかったら飯食えないんで、まあ、い,ればいればいいですけど。なんか昔その歯医者行った時に、ね、20歳で、20代で全入れ歯の人いたって言ってましたけど。 20代で全員レバーってひどいっすよね。その人いるんですかみたいなね。でもその人は多分歯磨くっていう習慣なかったんでしょうね。歯磨くっていう習慣があって、まあ、全部の歯を失うってことはないでしょうね。あれ考えられます毎日歯を磨くという習慣があって、全員レバーになる可能性って、まあ事故ってね、なんかぐちゃぐちゃになったとかね、なんかそういうのは別ですよ。虫歯でなんか全員レバーになるってことはないでしょうね。歯磨く習慣だったら。人生変わりません 歯がある人と歯がない人は人生変わりますよこれは絶対にまあ入れ歯っていうのはちょっと置いときますよちょっとすいません入れ歯は置いときますインプラントとかも置いときますで本当に歯がないのと歯があるでどうやって飯食うのしんどいでしょう飯食うの多分その硬いもの食えないですよね歯があれば硬いものうーん食えますよねうんいってらっしゃい